響け。ユーフォニアムは、武田綾野による日本の小説シリーズ。宝島社より2013年12月から、刊行されている。第1作、響け。ユーフォニアム北宇治高校吹奏楽部へようこそ、は、2012年のデビュー作、今日、君と息をする。に次ぐ武田の2作目となる作品で、2013年12月に、刊行後、2014年12月に、 コミカライズ、2015年4月にテレビアニメ化された。2015年3月より、続編となる、響け。ユーフォニアム二北宇治高校吹奏楽部の一番や暑い、夏、および、響け。ユーフォニアム三北宇治高校吹奏楽部、最大の危機を続けて発刊。同年6月には、各登場人物のエピソードを書き下ろした、短編集、響け。 ユーフォニアム北宇治高校吹奏楽部の秘密の話が刊行された。2014年10月18日から2015年3月15日にかけてウェブサイト上で連載された全10編のショートストーリー、北宇治水部だよりから最終回を除く9編に書き下ろし5編を加えた全14編の短編が収録されている。2021年4月時点で、 シリーズ累計発行部数は170万部を記録している。2016年4月にはテレビシリーズ第1期を振り返る劇場版が公開。同年10月からはテレビシリーズ第2期が放送された。また、2017年9月にはテレビシリーズ第2期を振り返る劇場版が公開。2016年8月9月、本編の主人公、大前久美子の友人である。 佐々木あずさを主人公とした、響け。ユーフォニアムシリーズ立下高校マーチングバンドへようこそ、が刊行。2016年10月には短編小説2編を収録したシリーズの公式ガイドブック、響け。ユーフォニアム北宇治高校の吹奏楽部日誌が刊行された。2017年8月10月、2年生編、響け。 ユーフォニアム北宇治高校吹奏楽部、波乱の第二楽章が、2018年4月には、短編集、響け。ユーフォニアム北宇治高校吹奏楽部の本当の話が、観光。2018年4月21日、スピンオフ、完全新作にあたる長編アニメーション映画、リズと青い鳥が、全国公開。また2019年4月19日には、完全新作映画、 劇場版響け、ユーフォニアム誓いのフィナーレが公開された。詳細は映画を参照。2019年4月6月、3年生編、響け、ユーフォニアム北宇治高校吹奏楽部、決意の最終楽章が観光。2021年2月、シリーズの登場人物、中川夏樹を主人公としたスピンオフ。 飛び立つ君の背を見上げるが観光。著者の武田の出身地である京都府宇治市を舞台に吹奏楽へ青春を傾ける高校生たちの人間模様が描かれる。練習熱心でなく成績もかんばしくなかった架空の公立高校の吹奏楽部員たちが受験や恋、仲間同士の衝突、親との確執など思春期特有の悩みを抱えつつ、 若い新人顧問の下で吹奏楽コンクールの全国大会出場を目指して奮闘するドラマが軽妙な筆致で展開される。小中学生時代に吹奏楽部へ在籍していた武田は部活動時代の友人たちや母校である佐賀の高校の吹奏楽部を取材し、自身の実体験も織り混ぜながら本作の構成を練り上げた。京阪宇治駅やあがた祭り、大吉山の通称で知られる仏。 徳山など、宇治市の名称や行事が作品の随所に登場する。第1巻発売後にアニメ化が決定。武田はアニメ一期制作中に2巻と3巻のプロットを作って制作側に送っていたため、これが一期アニメの脇役キャラクターに反映されている。逆に、短編集の男子部員やスピンオフ作、立下高校マーチングバンドへようこその主人公は、 アニメの影響を強く受けて書いたという。大前久美子が入学した京都府立北宇治高校は、10年ほど前まで吹奏楽の強豪校だったが、現在はすっかり落ちぶれていた。入学式で聞いた、高歌演奏もひどいものだったが、小学生の時から吹奏楽を続けている久美子は、旧友たちの誘いを断りきれず吹奏楽部へ入部する。 ユーフォニアム演奏歴7年の久美子、全国有数の競合中学出身である、コントラバス奏者の川島緑明、人数調整で、中馬担当に回された、水奏楽未経験者の加藤葉月のクラスメート3人は、揃って低音パートに配属される。久美子の幼馴染の塚本周一はトロンボームを選択する。新流星の中には、高坂玲奈の姿もあった。 中学最後の吹奏楽コンクールで、久美子とレイナのいたきた中は、全国大会出場という部の目標を果たせなかった。悔し涙を流すレイナに向かって久美子は、本気で、全国に行けると思っていたのかと冷めた本音をつい口に、してしまった。しかしそんな毒のある久美子の言動に、レイナは密かに好感を抱いていた。中学時代は顔見知り程度だった二人は互いに、意気投合する。 北宇治高校吹奏楽部には新しい顧問の滝登が赴任していた。全国大会出場を目指すか、楽しく過ごす部活動にするか、選択を求められた部員たちは全国大会を目指す方を選ぶ。初めての合奏で、滝は自身の物腰の柔らかさから油断して下手な合奏を披露した部員たちに適厳しい評価を下し、それまで不真面目だった部員たちはたちまち沈黙する。 それから翌週にかけて、滝の指導を受けた部員たちは、その成果もあり二度目の合奏で、ようやくスタート地点に立てたと認められ、改めてサンフェスの練習に打ち込む。サンフェス終了後、滝はコンクールのメンバー選考にオーディションを採用。ユーフォニアムでは2年生の中川夏樹が落選する。久美子は先輩との圧力を懸念し動揺するが、夏樹は気にしておらず、久美子を気遣う。 一方、トランペットでは、コルネットのソロ奏者に一年生のレイナが選ばれ、先輩たちの反感を買う。悲喜ではないかと勘ぐられたレイナは激行する。後を追ってきた久美子に、レイナは、父親が音楽家同士の自分と、滝は、窮地の中で、彼にライクではなくラブの感情を抱いている、ことを打ち明ける。京都府大会前日、三年生の中聖子香織が、 コルネットソロの再オーディションを願い出る。部員全員の前で香織は高度な演奏を披露するが、高校生離れしたレーナとの実力差は歴然だった。自身の判断を問われた香織は、レーナがソロを吹くべきだと答える。翌日、コンクールの幕が上がり、北宇治高校吹奏楽部は関西大会進出を果たす。関西大会に向けた練習の最中、 去年退部した2年生の笠木望みが姿を見せ、望みのフルート演奏を聴いた鎧塚みぞれが突然、体調を崩す。吹奏楽部では、昨年、望みたちのグループが、当時の3年生たちの不真面目さに耐えかね、集団で退部する事件があった。望みは、当時、すでに部の主力メンバーだった友人のみぞれには、退部の話を持ちかけなかった。親友に見捨てられたと感じたみぞれは、 望みの存在がトラウマとなっていた。唯一の応募奏者であるみぞれの状態維持を優先したい、副部長の田中明日香は、その事実を伏せながら望みの再入部を拒み続ける。関西大会の前日、ソロパートの演奏改善に苦しむみぞれを励まそうと、望みが部室を訪れ、みぞれが逃げ出す。友人の吉川優子による説得が功を奏し、二人は関係を修復する。 みぞれの演奏は見違え、彼女本来の表情豊かな響きを取り戻す。関西大会から全国大会への出場枠は三協と呼ばれる大阪の水奏楽競合校三校が毎年独占しているため、順当に行けば今の北宇治高校が全国に進める可能性はほとんどない。本番当日、それでも久美子たちはこれまでで最高の演奏をする。 出番を終え、競合の一角である、周東大学附属高校の演奏を客席で、聴いていた久美子は、彼らが失敗することを願わずにいられない自分に、憲悪感を抱く。その時、エスクラリネットのソロ奏者がミスをする。会場を出た久美子は、ミスをした2年生部員が腕にギップスをまとった3年生に、泣きながら詫びているのを目にする。 北宇治高校吹奏楽部は、競合三校の壁を破り全国大会への出場を決め、部員たちは歓声に包まれる。コンクール嫌いだったみぞれは、たった今、好きになったと笑顔を見せる。2学期が訪れ、久美子たちは、文化祭や地域の行事をこなしながら全国大会に向けて練習に励んでいた。ある日、久美子は、 田中アスカの母親が職員室を訪れ、娘を退部させるよう迫る様子を目撃する。母親は受験への悪影響を口にしつつ、音楽家の元夫と同じ楽器を、娘が演奏することに苛立ちを見せる。古問の滝は、本人が望まない退部は認めないと突っぱねるが、アスカは練習を休みがちになる。一方、久美子の家庭内では、姉のマミコが両親と揉めていた。 親の期待に応えて大学へ進学したが、夢だった美容師の道を諦められないという。久美子は、姉の姿にアスカを重ね、自身の思いをぶつけ、部への復帰を諦めていたアスカを本意させる。そして迎えた全国大会は、部全体の意気込みとは裏腹に結果は同情に終わる。滝は、審査員の振動真っさかずから預かった伝言と紙幣を、アスカと久美子に伝える。 震道の紙編には、コンクール審査の最低評価を表す C の文字が記されていたが、伝言の内容は、実の娘への賛辞のメッセージだった。卒業式の日、アスカを送り出したクミコは、レーナと共に、午後の合奏練習へと向かう。冬、新部長のユウコと副部長のナツキから、定期演奏会係に任命されたクミコは、先輩のヨロイツカミゾレと共に、 定期演奏会の曲名選びに知恵を絞る部員たちは舞台演出の段取りや演奏の練習に精を出す久美子と玲奈はマーチングの強豪校である立花高校に進学した佐々木梓と再会し同じ中学の吹奏楽部仲間だった彼女の演奏の上達ぶりに驚く 死トレーナのハイレベルなセッションを聞き、自分だけが取り残されたように感じた久美子は、二人の演奏の輪に入ることができずその場を去る。しかし、それまで手の届かない存在だと思っていたレーナに、自分も追いつき並び立ちたいという願望を強くした久美子は、週一からの励ましや先輩たちの後押しも得て、レーナと共に、立夏高校との合同演奏会でのソロ奏者に選ばれる。 二年生に進級した久美子は一年生の指導係として、新入部員たちの演奏指導や悩み事相談に奮闘する。ユーフォニアム奏者の一年生、久石かなでは、八方美人で、貧困縫製だが、自分より演奏の劣る三年生の夏木に対して、辛辣な態度をとる。二人の関係改善を模索する久美子は、彼女のそれが単に周囲から正当に評価されたいという。 欲求からの言動だと悟る。コンクールの永編性メンバーを選考するオーディションの最中、不自然な演奏ミスをしたそうに、夏希が激怒する。夏希は、そうのオーディションを中断するよう顧問の滝に詰め寄り、わざと先輩にメンバーの座を譲ろうとした彼女を叱責する。その後の再オーディションで、ユーフォニアムは、そう、夏希久美子の三人全員がメンバー入りを果たし、久美子は、 課題曲のソロ奏者に指名される。自由曲、リズと青い鳥の第三楽章、みぞれの応募ソロと望みのフルートが噛み合わない。みぞれは中学以来、親友である望みに見限られたくない一心で、部活動を続け、練習に没頭してきた。三年生になった今年、望みが音大を受験すると聞き、みぞれは自分も、 同じ大学に行きたいと受験対策に勤しむが、実は望みにその気はなかった。久美子は二人の関係を暗示て、望みに真意を正すが、密かにみぞれの才能に嫉妬し複雑な感情を抱えていた彼女は話をはぐらかす。高校生離れした何度の譜面を正確に吹きこなす。みぞれに対し、コーチ陣は、より高度な演奏表現を要求する。リズと青い鳥は、 少女と小鳥の物語を題材にした楽曲で、二人がソロを務める第三楽章は、主人公の少女が最愛の青い鳥を大空に羽ばたかせるため別離を決意する場面がモチーフになっている。みぞれはその少女の決断に共感できず、どうしても演奏に感情が込められない。木管楽器コーチの新山は、視点を変えて青い鳥の立場で考えてみる、よう助言する。 みぞれは大切な相手に望まれたなら自分はどんな辛い選択でも受け入れると思い至る。表現したみぞれの演奏を聞き、望みは泣き崩れ、その圧倒的な表現力に他の部員たちも追従できず合奏が破綻してしまったため、滝はみぞれのソロに合わせて各パートの演奏を修正する。みぞれは かつて友人のいなかった自分を音楽に誘ってくれた望みに感謝を告げ、音楽の道に進むことを決心する。その年の北宇治高校吹奏楽部は2年連続の全国大会出場を逃してしまう。優子は早々に後輩たちの来年のコンクールへ向けた活動計画を発案し、3年生たちも後輩の指導役として最後まで悔いのない活動をするよう呼びかける。 トランペットのパートリーダーでもある優子から演奏会でのソロを任された一年生の小日向夢は顎関節症の悪化でコンクール前に奏者を退いた三年生の壁ともにも助けられ欠点だった精神面の課題を克服する。やがて三年生は引退し、部は新体制へと移行する。優子と夏木に呼び出され次期部長を指名された久美子は、 部員たちを前に、目標は、全国大会金賞、と宣言する。副部長には周一、新役職、ドラムメジャーにはレイナが選出される。クミコたちは3年生に進級し、北宇治高校吹奏楽部にも新に1年生が、入部した。クミコたちのクラスには、吹奏楽の競合校である、セーラ女子学園から黒江ユが転入する。 温和な性格の眉はすぐに周囲と打ち解け、吹奏楽部に入部する。鎌やツバメを始めたの部員との関係も良好な眉であったが、二年生の僧は彼女に警戒する。そんな中、部内のドラムメジャー担当のレイナは、全国金賞を目指すために厳しい指導を行い、新入部員の吉井サリなど、彼女に対し萎縮する部員も現れ始める。 ユから聞きつけたセ聖ラ女子の体制を取り入れ、コンクールメンバーのオーディションは大会ごとに行うよう変更されたが、不大会のオーディションにおいて、中馬では2年生のサツキが落選し、1年生のカマヤスズメが選定される。2年生の鈴木美玲は、この結果から滝に対する疑念をクミコにぶつける。部長として多忙になるクミコであったが、卒業後の進路にも悩まされる。 関西大会まで駒を進めた、吹奏楽部は再びオーディションを行うが、ここで、マユがユーフォニアムのソリストに選ばれる。部内の輪のためクミコに対し自体を申し入れるマユで、あったが、実力主義である現行の吹奏楽部との方針から、クミコは断り、マユに対する距離感が生まれる。2年ぶりの全国大会には進めたものの、クミコがソリストから落選したことで、 部員たちの間に不満が生まれ、部内は滝の方針をめぐりま、たつに割れてしまう。これに対し、否定的な部員を出席するレイナと久美子の間にも亀裂が入ってしまうが、2年の折に、アスカから渡された手紙を頼りに、彼女の住まいに訪れ悩みを打ち明け、眉やレイナと関係を修復。また、久美子は滝への憧れから、教師という職業に漠然と関心を抱く。 そして迎えた全国大会で北宇治高校吹奏楽部は悲願のゴールド金賞を勝ち取る。それから月日が経ち教師となった久美子は北宇治高校に赴任し、吹奏楽部の副顧問となっていた。久美子と同じ中学出身の佐々木あずさはマーチングバンドの強豪校である立夏高校へ進学する。そこで戸川志保やなぜアミカといった学友とともに、 吹奏楽部へ入部したあずさは、競合校ゆえの厳しい活動内容にもかかわらず、頭角を表していく。その一方で、高校から吹奏楽を始めたアミカは、初心者であるため苦戦し、市は、その世話を焼く。人に頼られることに喜ぶ市は、アミカを指導するが、自らの変化を望むアミカは、市の負担にならないよう、定員が空いている、カラーガードのパートを希望し、 指導の厳しい小山東家のレッスンを受け始める。その一方で、下校の際にあずさは、中学時代のクラスメートであり、北宇治高校に進学したヒイラギキ金財と再会する。金財は、中学生時代に孤独であったところを、ある事件をきっかけに、あずさと恋になるのだが、社交的に変化した金財に対し、死が距離を置き始めた、ことから仲たがいし、疎遠となっていた。 トーの練習は厳しく、チったを受け疲弊するアミカを見て、怒りをあらわにするアズサであったが、それを司法が制止する。そこで、司法から人に頼られることに依存する自身を指摘され、さらにアミカがトーを慕っていることを知り戸惑うしは、アミカとの間に距離を作り始める。その後、関西大会の折に関係が深まった先輩の瀬崎、未来に心情を打ち明けたアズサは、自身が、 打者に頼られることに依存する性格であることを認めた、上で再びアミカとの関係を修復する。一方、トロンボーオンパートのソロを任されていた未来は、全国大会前の練習時に、下級生のミスから負傷し、ソロパートの代理を、アズサが引き受けることとなる。その後、市は、体調不良から学校を休むが、そこへ、金財が見舞いに現れ、お互いの思いを打ち明け和解する。 そして、立下高校は、全国大会に出場し、ゴールド金賞を勝ち取る。それから2年後、吹奏楽部の部長となっていたあずさは、引退式を終え、時代を下級生に託す。本作では吹奏楽の演奏シーンに、実在の曲及び架空の楽曲を登場させている。第1期、響け。UFO にアム北宇治高校吹奏楽部へようこそは、この漫画がすごい。 ウェブにて2014年11月から2015年10月まで配信された。作画ははミワミ自身も京都に住んでいたことがあり、学生時代には吹奏楽部でトロンボームを担当していた。原作表紙イラストを描いた浅田日記がキャラクター原案としてクレジットされている。全19話構成で原作小説第一巻と同じく、 京都大会出場までの物語を描いたものである。最終話のラストページで原作小説第2巻のコミカライズ企画が進行中であることが発表された。第2期、響け。ユーフォニアム北宇治高校吹奏楽部の一番熱い夏は2016年1月15日から9月16日まで配信され、第3期、響け。 ユーフォニアム北宇治高校吹奏楽部最大の危機は2016年10月21日から2017年7月21日まで配信された。響け。ユーフォニアムのタイトルで2015年4月から7月まで東京 MXKBS 京都ンテレビテレビ愛知 BS11 他で放送された。2016年4月23日に第一期を振り返る。 劇場版響け。ユーフォニアム北宇治高校吹奏楽部へようこそが、小畜の配給により公開された。工業収入は2億2300万円。同年10月から12月まで、第2期、響け。ユーフォニアム2が放送された。2017年9月30日に、第2期を組子とアスカを軸に、新規カットを交え再構成した、劇場版響け。 ユーフォニアム届けたいメロディが公開された。興行収入は1億3400万円。2018年、2019年には、完全新作となる映画2作が順次公開された。詳細は映画を参照。2019年6月1日、響け。ユーフォニアム5回目だよ。宇治でお祭りフェスティバルにて、久美子3年生編の制作が発表されている。アニメーション制作は、 京都アニメーションが担当。監督は、鈴宮春日の憂鬱、12秒でも恋がしたい。などを手掛けた、石原律成。さらに、軽音、玉子ラブストーリーなどの監督として受賞歴のある、山田久子が、シリーズ演出を担当した。シリーズ演出という山田の役回りについて、石原は、監督の参謀役と表現している。絵コンで、 演出を山田が担当した第1話や石原が担当した第2話など初期の話数ではコミカルな演出も目立っていたが作品全体としてはリアルな青春ドラマとしてシリアス寄りの作風に仕上がっている制作開始当時監督の石原や脚本の花田時がよりコミカルな作風も視野に入れていたのに対して音響監督の鶴岡陽太は 当初からリアリティ重視の演出を試行しており、石原は本作の方向性を見定めたのは最初のアフレコ時だったと述べている。脚本の花田は第5話から第8話の時点でシナリオ執筆の方針が定まったと語っている。脚本シリーズ構成第1期では小説シリーズ第1作響け、ユーフォニアム北宇治高校吹奏楽部へようこそを原作として、 短編集、響け。ユーホニアム北宇治高校吹奏楽部の秘密の話、より一部のエピソードが本編に織り込まれるなど、アニメオリジナルの要素を含んだ、全13話のストーリーが展開された。第2期では、小説シリーズ第2作、響け。ユーホニアムに北宇治高校吹奏楽部の一番暑い、夏と、第3作、響け。 ユーフォニアム三北宇治高校吹奏楽部最大の危機器を原作としており、第1期同様に全13話のストーリーが展開された。第1期は1話あたり原作30ページ程度のペースで全体として差しにゆとりを持たせたストーリー構成となっている。全話の脚本とシリーズ構成を担当した花田は当初から劇中で吹奏楽部の顧問が赴任して、 部活動が本格的に主導するまでに庭を費やすなど、近年のアニメ脚本としては、比較的スローペースの構成案を提案していた。監督の石原も同じ意向を持っていたため、この基本プランがそのまま採用される形となった。原作では、主人公たちの所属する吹奏楽部の部員数は81人とされているが、テレビアニメでは64人に変更された。 原作に登場しない人物を含め全ての部員に名前とキャラクターが設定されており、花田は全員に登場機会を割り振りながら脚本を執筆した。舞台設定原作は京都府宇治市が主な舞台となっており、関東出身の主人公など一部の登場人物を除いて、作中のセリフに宇治なまりの京都弁が使われているが、テレビアニメでは共通語に変更されている。 監督である石原の認識としては、本作の舞台設定はあくまで架空のものというスタンスであるが、本作の制作にあたっては、監督を、はじめ主要スタッフが、実際の吹奏楽コンクール会場や宇治川、富津徳山他実在の舞台地に赴いて、現地取材を実施し、脚色や作画に反映している。主人公である久美子の通学シーンは、原作の描写に沿って、 自宅の最寄り駅である京浜宇治駅から友人の葉月が乗降する大爆駅を経て六地蔵駅までの電車通学という設定で描かれる。主人公たちが通う北宇治高校の所在地については原作者の大まかなイメージに基づいており、学校の最寄り駅は原作には登場しないが、京浜宇治線の大爆駅から中小姉妹期間で通学路に茶畑の描写があることなどから6。 地蔵駅をアニメ用の設定として採用した。本作の制作プロダクションである京都アニメーションの主要スタジオはこれら主な舞台地の近隣に位置しており、作画用の資料写真が不足した際には容易に現地へ赴き撮影することができたため、ロケーションとしては好都合だったと石原は述べている。映像、作画吹奏楽部のメンバー全員を含む登場人物のデザインを 池田明子が担当した。石原のオーダーに合わせ、各キャラクターは全体的に可愛らしさを重視したデザインとなっている。本作に限らず、池田が作成するキャラクター表には、池田自身がイメージした各キャラクターの簡単な性格付けやプロフィール設定が書き添えられ、作画スタッフがキャラクターの芝居を描く際の参考として用いられている。 キャラクターデザインの作業に着手した段階では、原作小説の期間が第一作のみしかなく、ライトノベルのような差し絵イラストの類も挿入されていないため、当初は浅田日記による第一作の表紙想定イラスト一点のみを唯一のビジュアル資料として主要キャラクターの検討が進められた。数ある登場人物のうち、石原が安心感のある可愛さと評する。 小笠原春香部長のデザインがいち早く仕上がった。劇中で吹奏楽部のマドンナと称される中世子、香りも目元にホクロを入れたデザインをシリーズ演出の山田が気に入り、比較的早い段階で決定した。主要キャラクターの内加藤葉月と川島緑秋らについては、アニメ用のオリジナル設定としてそれぞれツインテールとせ毛のロングヘアーに髪型を変更する方向で、 デザインの調整を進めていたが、最終段階で原作の描写に沿った短い髪型へと方針を転換した。作中で長身の美人として描写される田中飛鳥副部長については、池田の念頭にはより大人びた路線の選択肢もあったが、石原の方針に沿って可愛さに振ったデザインが取られた。副顧問の松本道恵は、浅田がアニメ用に新規イラストを描き起こし、 そのイメージをベースにデザインを行った。小モノタキはシリーズ演出の山田からの具体的な要求に沿って若者らしくない地味なメガネ、コンクール演奏時の清掃とは落差のある普段の風貌、柔らかい質感の髪、柔和な表情といった要素を取り入れたデザインが採用された。石原はこれまでに刊行された浅田の漫画作品を全て揃え、 本作のキャラクター作画の方向性を探る参考とした。シリアスな描写の多い本作でも一部のコミカルなシーンではギャグ漫画風のキャラクターの崩し顔を使用しているが、浅田の画風に習って等身を大きく変えない作画を基本としている。美術監督の篠原六夫は、 女性キャラクターが多数を占める作画との対比を意図して全体的にコントラストを強調した力強さのある背景美術の描き方を採用した。空の色はかすかに緑がかった色合いを出している。屋内のカットでは蛍光灯などによる室内の光源を弱め窓からの自然光がより強調されている。石原が好んで用いる演出手法として逆光を利用した構図を多用している。 音響、音楽劇中に登場する演奏シーンの音源は、専属学園音楽大学の1年生で編成されたバンド、フレッシュマン・ウィンド・アンサンブルが担当した。波以下の高校の吹奏楽部がドラマを重ねながら、上達していく過程を音響面でも表現するため、各場面に合わせて意図的にクオリティを下げた演奏を再現しながら音源の収録が行われた。第一話の演奏シーンでは、 吹奏楽に詳しくない視聴者にも演奏クオリティの低さが明瞭にわかるよう意図的に収録した演奏ミスやテンポのずれた演奏を強調するなどの編集加工が加えられている。作中に登場するオリジナルの楽曲と劇ともの作曲は松田明人が担当している。品質する吹奏楽演奏シーンの楽器音との混同を避けるため、 本作の劇ともは管楽器を使用せずに作られている。劇ともの使用シーン自体も絞り込まれており、音響面の演出傾向としては全体的に静かな作品に仕上がっている。各演奏シーンで使われる楽曲は原作とは異なる。第1期では劇中のマーチングイベントでの演目がビートルズの Can't Buy Me Love からイエローマジックオーケストラのライディーンに変更され、 第5話で本番の演奏シーンが描かれるまでは、同曲を視聴者に聞かせないという演出上の意図により、本番までの練習シーンでは同曲を演奏する、描写を避けるよう脚色されている。主人公たちのコンクール課題曲として原作に、登場する架空の楽曲、三日月の舞が、アニメでは自由曲という設定に変更されており、原作での自由曲、イーストコーストの風景の、 コルネットソロをめぐる騒動は、アニメでは、三日月の舞のトランペットソロをめぐる騒動に置き換えられている。上級生の中で、最も演奏の上手い3年生部員と、超高校級の新入部員が、トランペット演奏の優劣を決めるという、当該エピソードの演奏録音では、それぞれ大学生とプロの奏者を起用して、劇中での実力者同士の力量差をじ演奏の 音色の違いで直接表現した。日記では2年前の吹奏楽コンクールにおける南中学校のコンクール自由曲及び劇中での吹奏楽コンクールにおける名聖高科高校の自由曲はだった無人の踊りに文化祭の演奏曲はフィンガー5の学園天国と大滝英一の君は天然色駅ビルコンサートの演奏曲は t スクエアの宝島に変更された。なお、第1期の第1話において、テレビ時代劇、暴れん坊将軍のテーマ曲を吹奏楽にアレンジしたものが、劇中曲として使用されているが、ストーリーの都合上、劇中では下手に演奏された音源しか、使用されていない。しかし、指導を受けて上達したという想定で上手に、演奏された音源も録音されており、 本作のサウンドトラックには両方とも収録されている。評価、反響本作のアニメ化は吹奏楽経験者には、おおむね好評だった。エキサイトレビューでは、ホルン経験者のライターが、ツイッターを見ると、吹奏楽部経験者たちが悶絶していた、あるあるすぎるとリアルな描写を解説、管楽器専門時、楽器族。ブラストライブは、ツイッターで、経験者には、 ドンピシャで納得できるセリフや演出がテンポよく決まる。これは、すごいアニメだ。と絶賛。一方、ニュータイプアニメアワード2014から2015、中間結果発表では、作品賞で14位、最終結果でも10位以内に入ることはできなかった。しかし、吹奏楽部では、マイナー楽器の代名詞だったユーフォニアムを第一、希望にする人も増えており、 人気楽器の仲間入りをした。第20回文化庁メディア芸術祭では劇場版響け。ユーフォニアム北宇治高校吹奏楽部へようこそがアニメーション部門審査委員会推薦作品に選出される。劇場版響け。ユーフォニアム届けたいメロディを鑑賞した指揮者の下野、達也は演奏シーンのリアルさに驚き、一昔前なら楽器の持ち方が変だったり、 演奏と絵が微妙にずれるアニメもあったけど、この映画は全ての奏者の指使いが音と見事に一致していました。そういう感動はトムとジェリーのピアノ演奏以来です。と感想を述べた。ドイツ文学者でクラシック音楽に関する文献の翻訳も行う三浦淳は劇場版響け、ユーフォにアム北宇治高校吹奏楽部へようこそについて、 原作小説もテレビアニメも知らない大人でも、十二分に楽しむことができる佳作、上質の作品と評価し、劇場版響け。ユーフォニアム届けたいメロディ、及び、リズと青い鳥に対しても、それぞれ別の観点から高評価を与えた。アニメ公式サイトで紹介されたキャラクターのみ記載。第一期は各巻に映像特典として、ショートエピソード。 吹奏楽部の日常そのを収録している。第2期は各館に映像特典として未放送ショートムービーを収録している。第1期、第2期映像特典前日のテレビシリーズの総集編のほか完全新作映画が2018年と2019年に計2作品公開された。2018年4月21日公開。応募用担当する鎧塚みぞれと、 フルートを担当する、かさきのぞみを、主人公に、卒業を控えた3年生の2人が、高校最後のコンクールに挑む、青春模様を描く。監督は、映画系音、たまこラブストーリー、映画声の形などを手掛け受賞歴もある、山田久子が担当する。本作は、響け。ユーフォニアムの続編であり、スピンオフという位置づけではあるが、一本の独立した映画、 としても成立するよう制作されている。公開までの経緯は以下の通り。登場人物スタッフ主題歌評価毎日新聞はテレビ版を知らずともみずみずしい映像世界に魅了される一品。山田監督は多感な少女たちの内なる思いをセリフに頼らず、二人が歩く足元のクローズアップ、髪を払う仕草。 視線の工作とすれ違いなどの繊細な描写で表現、そこに気づく、ひそやかなスリルに目を奪われ、切実な感情に胸を打たれずにいられない。そして、青春音楽ドラマの提携を破った、この映画、最後に、少女たちが見出す友情の心理も、感動的だ。と絶賛した。また、産経新聞では、実写映画に近いカメラアングルなど、 作品へのこだわりと熱量を随所に感じる独占欲にも似た友情。友人への戦望と自分への失望。壊れやすい砂糖菓子のような繊細な作風は合わない人には合わないと思うが、これは私の話だなどと心に強く響く人もいる。とし、四つ星の評価を与えている。イグノジャパンは日本のアニメのフォーマットにて記号的なアニメ表現や、 感情移入表現をほぼ使わないように切り詰めることで繊細な感情表現を実現した一作。これまで記号的なアニメ表現を避けながら制作されたケースは実写的なアプローチや作画追求的なアプローチだが感情表現はないがしろにされてきた。それらと比較すると本作の沈黙の奥にある感情表現は例外であり一見に値する。と評した。受賞このほか。 第22回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門審査委員会推薦作品に選定されているタイアップイベント2019年4月19日公開リズと青い鳥と同時完熟における2年生に進級したクミコたちの物語を完全新作の映画として制作監督はシリーズを通して務めてきた石原達也が担当する公開までの経緯は以下の通り 登場人物スタッフ主題歌タイアップ劇場版響け。ユーフォニアム北宇治高校吹奏楽部へようこそに、関するカテゴリー、響け。ユーフォニアム2に関するカテゴリー、劇場版響け。ユーフォニアム届けたいメロディに関するカテゴリー、リズと青い鳥に関するカテゴリー、劇場版響け。ユーフォニアム誓いのフィナーレに関するカテゴリー、ありがとうございます。